12年の実績、確かな実行力、そして若い力強い未来に対する構想力、行動力を持った候補者であります。自由民主党が自信を持って皆さんに公認し支持をお願いしている愛知次郎候補であります。ぜひ今回の戦い、皆さんの力で愛知次郎を三度国政にお送りください。そのことをまず強くお願い申し上げたいと思います。そして今回の戦い、衆参のねじれを何としても解消して、せっかく昨年皆様のおかげで自由民主党と公明党は政権を奪回することができました。6ヶ月後、私たちは必死になって復興を進め、日本の経済を元気にし、皆さんの懐が温かくなる、その政策を進めております。そして日本が本来持っている外交防衛の力を取り戻し、我が国が我が国の領土と主権、国民の生命と財産を守れるように進めているところであります。しかしながら参議院でまだ自民党と公明党は過半をいただいておりません。なんとか今度の選挙で国民の力で、私たちが国民のための政治をもっと早く進めるようにさせていただきたいと思います。今、衆議院で時速100キロで通った予算や法令や、あるいは政治の動きが参議院でストップしてしまいます。審議さえされない、そういう法案も多々あります。ぜひ参議院でも国民のための仕事を、私たちが国民と共にスピード感を持ってできる、その政治を取り戻させていただきたいと思います。私たちは深い反省の上に立って、謙虚に一つ一つ国民にとって必要な、復興を加速させるために必要な政治を進めてまいります。愛知次郎はそのリーダーとして全力を挙げて働いてまいります。参議院全国比例、自由民主党29人の素晴らしい候補者を公認しております。このそれぞれ皆さんの思いの中で、自由民主党の全国比例の公認候補についても応援いただきたいと思います。そして今、自由民主党と公明党は力を合わせて日本を取り戻す仕事をしています。ぜひ全国比例において公明党の若松兼重候補にも皆様の無事ご支援、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。こうやってお集まりいただいた皆様の熱き熱意に応え、自由民主党は必ずその約束を果たし、政治で結果を出してまいります。自由民主党公認候補、愛知次郎、必ずその政治の責任を果たしてまいります。お集まりいただいた皆さんの思い、国民の思い、必ず実現する自由民主党です。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました。ただいまは自由民主党宮城県連会長であります伊藤慎太郎衆議院議員でありました。続いて、次に土井徹衆議院議員よりお答えさせていただきます。皆さんこんにちは。安倍総裁おいでになるまでもう少しお待ちをいただきたいと思います。常日頃から自由民主党に頑張れ、時にはした激励をいただきまして、私たちも昨年の暮れに政権を見直していただいてから、反省も謙虚な気持ちで取り組んでまいっております。私自身今回の参議院選挙で申し上げたいのは、何といっても
復興を加速させてくださいということなんです。2年4ヶ月経ちました。私たち昨年12月政権を担わせていただいた後でもまだまだ復興が遅い。被災をされた方々、将来が見えない。国を政治をしっかりしてくれ。復興復旧を加速的に進めてくれ。これが被災をされた皆さん方の本当に大きな大きな声であります。この安倍政権の6ヶ月7ヶ月でいろんなことを加速的にやるために施策として実行してまいりました。しかしまだまだなんであります。そしてそのことをしっかりとやろうにしても参議院では全く審議をしてもらうこともできない。だから復興をしっかりと進めるためにもこの参議院選挙、愛知二郎候補を勝たせていただいて、安倍政権の中で一つ一つ課題を解決をして、1年でも早く復興がしっかりとなせるように、被災をした皆さん方が安心して暮らせる、そういう希望が持てる政策を私たちにやらさせてください。お願いをいたします。もう一つ経済です。確かにアベノミクスということで大都市や大企業、本当に明るい兆しが見えてきた。しかし皆さん、この仙台、宮城、地方はまだまだそんな感覚も肌で感じられない。これは私たちも重々承知をいたしております。だからこそこの参議院選挙で勝たせていただいたら、今度は地域経済をしっかりと再生させるための中小企業、小規模事業者の皆さん、そして被災に汗をして働いて頑張っている皆さん方が、ああ少し景気が良くなってきた、そう必ず思ってもらえるように私たちにやらさせてください。安倍総理もそのことをやることが何よりも日本の経済の再生につながる、とお伝えをいたしております。どうか皆さん、今深く申し上げました、私たちのこのふるさと宮城の再生、日本の再生をしっかりと確実にさせるためにも、今回の参議院選挙、ぜひ愛知二郎、愛知二郎自民党を勝たせていただいて、前に政治を前に進ませてください。お願いします。ありがとうございました。ただいまはドイトール衆議院議員であります。次に厚生労働副大臣、復興副大臣であります秋葉賢也衆議院議員より皆様にお伝えさせていただきます。皆さんこんにちは。厚生労働副大臣並びに復興副大臣を拝命しております衆議院議員の秋葉賢也です。今日は大勢の皆さんにこのようにご参集をいただきまして本当にありがとうございます。安倍晋三内閣総理大臣も今しがた長町を過ぎたという連絡がありました。まもなくの到着だと思います。そして主役の愛知二郎候補者も到着になりました。もういい、私は長い話はいたしません。自由民主党もだらしないことがいろいろとあって野党に転落をいたしました。この3年半の野党時代の教訓を謙虚に受け止めて、皆さんに年末にいただいたこの議席が、自由民主党が生まれ変わって国民の皆さんの期待に応えることができるかどうか、最後のチャンスを私たちはいただいたと思っています。もう二度と再び私たち自由民主党は国民の皆さんの期待を裏切ることなく、しっかりと結果を出す政治を実現していただければなりません。参議院選挙の前、
6月の26日で非常国会が延長なって閉会をいたしました。私が所管をしております最低量新法をはじめ重要な法案は衆議院では全て成立をいたしましたが、残念ながらねじれ国会のために参議院でことごとく廃案になったり継続審査になってしまいました。これではせっかくのアベノミクスが前進しません。どうか皆さん、自由民主党のためというよりも私たちのこの日本がもう一度世界の中で誇りある日本として経済成長できるのか、経済大国として成功できるのか、最後のチャンスなんです。この選挙を勝たせていただいてねじれを解消して安定した政治を取り戻して、もう一度強い日本を取り戻すために皆さんの力を貸していただきたいと思います。この選挙区は愛知15候補に、どうか皆さん来週の21日に力を貸してくださいますことを心からお願いを申し上げまして、私からのご挨拶に返させていただきます。今日は大勢の皆さん本当にありがとうございます。しっかりと頑張ってまいります。ありがとうございました。ただいまは厚生労働副大臣、復興副大臣、秋葉賢也衆議院議員であります。次にただいま到着をいたしました内閣府副大臣西村康稔衆議院議員より愛知次郎の応援の弁当、皆様にお伝えをさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。内閣府でアベノミクス担当しております西村康稔です。今日は私の大親友愛知次郎さん、大変な激戦をしておられる、いても立ってもらえず、私地元淡路島から船に乗って新幹線乗って乗り継いでやってまいりました。何としても愛知次郎を勝たせてください。皆さんスペシャルお願いをして、今のアベノミクスの元々の原型は愛知さん作ったんですよ。皆さん衆議院選挙の前に党の経済政策を作るチームの事務局長として愛知さんが今のアベノミクスの原型を求めました。それを安倍総理のリーダーシップのもとさらに進化をして我々実行していってます。アベノミクスに対する批判もありますけれども、何もせずに皆さん黙って死を待つんですか。やれることを全部やろうじゃありませんか。ありがとうございます。新しいことにチャレンジするのは勇気がいります。誰もやってないこと、異次元の政策、勇気がいます。でも挑戦しようじゃありませんか。皆さん、この愛知次郎さん先頭に参議院勝たせていただいて、衆参安定したその政権のもと安倍総理を先頭に、ここにいる秋葉賢也さんや土井さんや大久保さんや伊藤さんや西村明宏、同じ西村です。こうした若手のメンバーで日本の未来を切り開いていきたいんです。皆さん、その若手の先頭に愛知次郎、愛知次郎、ぜひとも皆さんのお力添え心からお願い申し上げます。最後の最後まで一人でも多くの人に愛知次郎、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ただいまは内閣府副大臣西村康稔衆議院議員であります。皆さん大きな拍手をお願いいたします。本当に西村先生ありがとうございました。それでもう一方、自民党青年局長代理であります熊谷豊参議院議員よりお訴えをさせていただきます。県内の皆様、宮城県の皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました参議院議員の自民党青年局長代理の熊谷豊です。7月11日2日前はあの大震災から2年4ヶ月で経った日でありました。それまで忘れられない日々もまた立ち尽くしてしまう日も多かったと思います。家の外から一歩足を踏み出すのも本当に勇気がいる日も多かったと思います。最近また地震も
多くなりました。そんな中でテレビをつけると政治家が足の引っ張り合いをしている。皆さん、もうそういう政治はやめませんか。大臣が3ヶ月で変わる、こういう政治はやめませんか。総理が1年ごとに交代する、この政治の不安定さにみんなで一緒にピリオドを打ちませんか。皆さん、安倍総理に3年間総理でいてもらいましょうよ。それにはね、やっぱり宮城選挙区若手のホープ、愛知一郎候補の皆様の本当の応援が必要です。どうぞよろしくお力をお貸しください。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいま青年局長代理であります熊谷豊参議院議員であります。そして本日は大久保美男衆議院議員も応援に駆けつけております。今総理はもうすぐそこまで開いておりますので、ここで今回の宮城選挙区候補者であります愛知二郎より渾身の力を込めた皆様に熱いお伝えをさせていただきます。皆さん、大きな拍手をお願いいたします。それでは愛知二郎お願いいたします。皆さん、改めましてこんにちは。今日は本当にこんなにも大勢の皆さんにお集まりをいただきました。心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。選挙戦、残すところ1週間とちょっとであります。最後の最後まで頑張ってまいりますので、どうぞ皆さんの貴重な一票を私に託してくれくださいますよう、まず心からお礼を申し上げます。さて、今回の選挙繰り返しになりますが、やはり一番大事なのは衆参のねじれをしっかりと解消して、安定政権安倍総理に作っていただいて、それを支え、さまざまな課題しっかりと取り組んで解決をしていかなければいけない、結果を出さなければいけない、そのための大事な選挙であります。どうぞ皆さん、そのことを最後まで忘れずに私にご支援をいただきますようにお願いを申し上げます。課題、さまざまな課題山積しております。まず我々この宮城県にとって、被災地にとって一番重要な問題はやはり震災からの復興であります。その復興、皆さん、まだまだこの仙台市内見てると皆さんおっしゃります、もう終わったんじゃないか、復興成し遂げたんじゃないか、そんなことはありません。まだまだ多くの方が本当に苦しんでおられます。特に仮設住宅に住んでいる皆さん、宮城県内だけでも未だに4万8000人もの方、仮設住宅での生活を余儀なくされています。今日ここに大勢の皆さんがいらっしゃっております。何百人、もしかしたら私の声を聞いているのは何千人の方がこの私の声を聞いていてくれるかもしれない。でもその何倍も何十倍もの人が未だに日常すら取り戻せない。この皆さんをやはり我々の力で、そして私が先頭に立って日常生活、本当の笑顔を取り戻すために頑張っていかなければいけません。どうか皆さんの熱い声援で私自身にその力を貸してください。この復帰復興、やはりしっかりと責任与党が安定した政権の下で進めていくべきだと考えています。またその復興をしっかりと後押しをしていくためにも、実現結果を出していくためにも、改めてやはり景気経済立て直して、この景気経済の回復を本物にしなければいけません。今株価はまだ乱高揚している状況ではありますが、だんだん安定してきます。基本的には
回復傾向をしっかり堅調に推移をしております。行き過ぎた遠藤川是正をされ、また数字も日銀の発表の通りに確実に景気経済回復に向かっております。また安倍政権が誕生してから国民の皆さんのマインドも大きく大きく前向きに変化をしてきました。これはやはり堂々と誇るべき成果だと思います。しかし皆さん、やはり本当の回復はこれからであります。実感がない、実感がないと言われますが、わずか半年で経済の回復達成ができるのであれば、歴代政権苦労することはありませんでした。やはり本当の経済回復はこれから最低でも3年間安倍総理のもと、安定政権のもとで、あらゆる政策集団を総動員して初めて達成できるものだと私は考えています。しっかりとした安定政権、これが何より重要であります。実はもう一つ、その安定政権を実現する上で皆さんにお願いをしなくちゃいけない。今我々自民民主党、やっぱり頼りになれるのは、なるのは自由民主党だと、いろんな方にお声掛けをいただいております。しっかり強い自民党やってくれよ、そういう声をいただいております。しかしながら選挙はそんなに簡単なものではない。皆さん今どうしようかと迷っている方大勢まだいらっしゃると思います。結局一票投じてもそんな変わらないんじゃないの、そういう思いの人もいるかもしれない。ぜひ最後まで結果を出すまで応援をしていただきたい、心からお願いを申し上げます。我々自民党、かつて私も6年前の参院選挙を経験をしました。今熱いご支持ご支援頑張れよという声をいただいておりますが、その当時は厳しく厳しくご批判をされました。私もそれをよく分かっています。あの当時我々一度自由民主党郵政解散という名のもとに大きな大きな国民の皆さんの支持をいただきました。しかし結果として我々は確かに傲慢になっている、調子に乗っておりました。多くの多くのチルドレンと言われる方々、思いはあるんでしょうが、やはり勘違いをして、そしてただ騒ぐだけ、自分のことばかり、そういったのも否めない事実でありました。そういう傲慢な浮ついた気持ち、しっかりと反省をしなければなりません。そしてその6年前、私参議院選挙を戦っていた時に厳しく批判をされました。内閣においても閣僚の皆さん、失言が相次ぎました。これはやはり政権運営に対する揺るぎや慢心が招いた結果でもありました。それらを我々謙虚に受け止め、反省をして、これからに生かしていかなければいけません。そういった我々の自民党の力をしっかり合わせて安倍内閣支えていかなければいけません。我々が足を引っ張って安倍内閣千載一遇のチャンス、このチャンスを不意にしてはいけません。皆さんのご支持をいただいて、後押しをしていただいて、最後の最後まで結果を出すために我々頑張ってまいります。他にも多くの課題、山積をしております。例えば教育、子育て、医療、福祉、環境問題もあります。エネルギー問題もあります。農林水産業を再構築していかなくてはいけない、そういった問題もあります。一つだけお話をさせてください。私、まだ残念ながら、官僚に恵まれず結婚してないんですが、若いご夫婦が昨日切実な訴えをされておりました。
その奥さんが、私、3人の子供がいる、3人の子供がいるんだけれども、この前、給与の明細書を旦那さんのを見て、そしてその後、税金を払う、その額を見たときに、こんなにも払わなくちゃいけないのか。子育て一生懸命頑張ってるけど、なんとか支援をしてほしい、切実な声を聞きました。民主党政権における子ども手当は財源なきばらまきに過ぎなかった。しかしながらその時の声、子育てを若い世代を支援してほしい、その声は忘れてはいけない。我々しっかりと子育て若い夫婦を子どもたちの未来に対して応援をしていかなければいけません。しっかりと若い世代を子育て世代応援していくことも成長戦略の一つになります。また今日は女性の皆さん大勢いらっしゃいます。この経済日本を前向きに進めるためにはやっぱり女性の力が必要です。我々自民党2030運動ということが2020年までに女性の皆さんの指導的な立場、これを3割の女性に頑張っていただこう、そういった取り組みをこれからしてまいります。どうか女性の皆さん、皆さんの力をこの国のために最大限活用して、そしてエネルギーに変えていくこと、これが必要であります。また経済の加速、これを前向きにまた進めるために、先ほど西村康俊さんが私を応援してくれましたが、我々総力を絞ってこの経済の達成化のために頑張ってまいります。こちらの皆さんもありがとうございます。こちらばっかり向いててすみませんでした。もう一点その経済の価値、まだ総理は吹かないそうなので、もう一点私のお話を聞いてください。この震災の時、先ほど仮設住宅のお話をしました。ただ仮設住宅、私避難所に最初に行った時に皆さんに言われたんです。こんな生活もう持たない、その当時は仮設住宅すらなかった、早くしてくれ。そこで考えたのが、民間の賃貸住宅を活用するみなし仮設という制度であります。私が提案をして、野党ではありましたが実現することができました。ここなんです、皆さんそれを分かっていただきたい。みなし仮設制度は実は今考えてみると当たり前の話じゃないですか。ああいう災害が起こった時にわざわざ仮設住宅を全て作るのではなくて、民間のアパートを活用したらいいですよね。考えてみると当然だ。終わってやってみたら私もそう思いました。ただ実はこのみなし仮設制度、阪神大震災の時にも中越地震の時にも使われてなかったんです。今回たまたまそういう声を聞いて提言をしたら実現ができた。これからの時代、今までのなんとなくの継続ではなくて、安倍総理まず金融の世界で異次元の緩和、発想の転換をして大胆な金融緩和をした。それで大きく国の経済前向きに動き始めたんです。それと同じことこれからもやっていかなければいけない。発想を展開して大胆な経済政策打ち出すこと、これが求められています。私はその知恵を持っているつもりです。また多くの同志もそういった発想力、新しい時代に向けた知恵、エネルギー持っています。どうぞその力を発揮させるために皆さんの力を貸してください。今総理がすぐそこに来ております。
最後の最後に総理が来るまで、総理の力ではなく、私からもお願いを申し上げます。安定政権作り上げるためには、私一人の力では達成できません。比例代表の候補に合わせて力を貸してください。総理、お待ちしておりました。総理、改めて安倍総理が私の応援に来てくださいました。総理を支えて復興を成し遂げ、景気経済回復を守られて、ありがとうございます。どうぞ皆さんの最後の最後までご支持ご支援賜りますように、心からお願いを申し上げまして、愛知次郎のお伝えとさせていただきます。どうもありがとうございました。ただいまのは愛知次郎渾身の力を込めての皆様にお訴えをさせていただきました。この選挙戦、何としてでも勝たなければいけません。愛知次郎、お願い申し上げます。そしてただいまを到着をいたしました内閣総理大臣安倍晋三、自由民主党総裁です。皆さん大きな拍手で お願いいたします。それでは安倍総理より皆様に対してお伝えさせていただきます。安倍総理、お願い申し上げます。総理、上手です。仙台の皆様、やっちゃの皆様、こんにちは。自由民主党の安倍晋三でございます。今日はこの中、お忙しい中、わざわざ愛知一郎頑張るという気持ちで街頭に足を運んでいただきまして、誠にありがとうございます。ただいま現選選挙区自由民主党公認候補愛知一郎候補からご挨拶がございました。愛知さんはこの6年間本当に頑張ってきた。特に一昨年のあの大震災の時、まさに彼は現場で地域の復旧のために汗を流してました。残念ながら民主党政権下、復旧はしませんでした。その中、例えば愛知さんはさまざまな提案をいたしました。その一つが皆市仮設住宅であります。仮設住宅自体が間に合わなくても家を借りれば、それは仮設と見なして国の資金が提供される、この仕組み、これを進めてきたのも愛知次郎さんであります。このように政策マンであり、自ら現場に足を運び、自ら汗を流し、地域の皆さんと共に悩みを分かち合い、意味を共にする愛知次郎であります。どうか皆様、この選挙、まだまだ自民党、そう簡単な選挙ではありません。自民党は今まで退場すると言われて大敗したことが何回もあります。どうかもう一回私たちは身を引き抜いてはいけない、こう決意をしているんです。どうか皆様、この選挙において力強いご支援を愛知次郎に賜りますようによろしくお願いを申し上げます。皆様、どうか昨年の今頃を思い出していただきたいと思います。なかなか復興から復旧へ物事は進んでいませんでした。地域として進まない復旧、その一つが高台への移転計画、計画の一つがほとんどできていなかったのが昨年の状況でありました。また復旧をしていくため、復興をしていくために支えるのは日本の経済であります。日本の経済そのものは皆さん、長引くデフレの中で沈み込んでおりました。デフレとは毎年毎年給料収入が下がっていく、こういう状況であります。そして円高はどんどん進んでいた、その進んでいく行き過ぎた円高の中で、この仙台において一生懸命素晴らしいものを作ったって、手を流したって、残念ながら国際競争に勝てずに工場を閉めざるを得ない、雇用は失われていました。この中で日本は力を失い、世界から日本の危険が脅かされていたんです。教育の危機も叫ばれている。何とかしてもらいたい、この皆さんの声に押されて
私たちは昨年の12月、日本を取り戻す戦いを挑んだんです。皆様お金をいただきまして、私たちは政権に復帰をしました。このセンターにおいても、しっかりと政治を与えていただきました。まず私たちが取り組んだこと、それは、あの大震災大災害からの復興を加速することであります。まず2つのことに取り組みました。一つは、今まで省庁の縦割りだった。この省庁の縦割りを排して、復興庁に権限を集中していく。そしてもう一つは、現場でどんどん東京に行き、お伺いを立てなくても、決めていくことができるようにするということであります。その結果、例えば、高台への移転、昨年は先ほど申し上げましたように、その計画すらほとんどできていなかった。でも、今年に入って、例えば岩沼市においては、やっともう造成に取り掛かることができ、これ県にいるがうまく調整できた結果であります。我々はこのように、さらに復興を加速化させてまいります。予算も19兆円の枠を25兆円にいたしました。しっかりと前に進めていく農業においても6割が負債、3年ぶりに着付けができるようになったんです。私たちはしっかりと責任を持って復興を前に進めていきます。そして皆さん、経済であります。昨年の今頃、日本の経済はまさに沈み込んでおりまして、それが私たちの新しい政策によって、私たちの次元の違う金融政策と財政政策、そして成長戦略3本の矢によって、昨年の7月、8月、9月は GDP はマイナス 3.6% であったものが、今年の1月、2月、3月にはプラス 4.1%、 マイナス成長が皆さん、プラス成長に大きく変わったんです。雇用においてもそうです。有効求人倍率という数字がありますが、この数字 0.9 になって、リーマンショックの前に戻ったんです。民主党政権が3年かかってできなかった、これを私たちはなんとか半年でやり抜くことができました。前年同月に60万人雇用も増えています。私たちが今進めている道は間違っていない。しかし皆さん、同時に安倍さん、そう言ったってまだまだ景気が良くなった、実感できないよという方がたくさんいらっしゃることも私たちはよく知っています。その中で64社、大手ではありますが、企業の夏のボーナスが 7% 伸びます。この伸びは皆さん、あのバブル、もう随分前ですね、あのバブル以来の伸びになります。これはまあ一言のようでありますが、ボーナスが増えた人が、皆さん、せっかくボーナス増えたから今年の夏は親子みんなで旅行に行こうかと思うかもしれない。実は今年4月8月8000万人の方が国内旅行をすると言われている。これは過去最高であります。国内旅行をしようと思えば、そうだ仙台に行こうということになるじゃないですか。会議には皆さん、牛タンを買って帰るし、笹かまぼこも買って帰るし、こうなれば地域も潤っていくということになるんです。そしてだんだんお金が回っていく。例えばボーナスが増えた人が会員に一杯やっていこう、牛タン屋に行って今まで一皿だったものが三皿になれば肉屋さんも儲かります。ビジネス一杯が三杯になれば酒屋さんも儲かる。帰りはじゃあ今日はタクシーに乗って帰ろうと思えば、タクシーの運転手さんも潤っていく。このように皆さん、お金は回り始めているんです。今その入り口に立っている。だから今私たちは触れるわけにはいかないんです。皆さん、避けるわけにはだからこそいかないんです。さらにはしっかりと成長戦略を進めてまいります。私たちが進める成長戦略とは、例えば今の日本のこの元気で長生きできる社会、これをさらに伸ばしていくことであります。ただの長生きではありません。元気で長生き、お母さんのように元気で長生きです。これが大切、そのための技術、
医療、介護、看護、日本は世界一、この技術をもっと世界に出していく、そして世界からこの仙台に人々がやってきて、この分野で私たちが稼ぐことができます。お薬や医療資材、日本は高い技術を持っている。それなのに輸出輸入マイナス2兆円赤字なんです。なぜかといえばその理由があります。役所の規制、いいお薬ができても患者さんの手元に届くまで認証に時間がかかる。その間海外の会社に先を越されてしまうんです。アイスさんの私たちもこの規制行政を一気通貫で皆さん変えていきます。次の国会でしっかりと取り組んで、そのことによってもっと早く皆さんが必要なお薬が手に入るようになる。世界最先端の医療機械を私たちはもっと活用できるようになっていくんです。そのことによって私たちはもっともっと元気で長生きできる社会を進めていくことができるし、この分野で稼ぐことができます。マイナス成長をプラス成長に変えたように、私たちはこの分野でも赤字を黒字に変えていくことができる、このように思います。またさらには地域の活力をもっともっと引き出していくことができます。一つは観光、今外国人日本にやってくる、どんどんこれは円高が是正された結果観光客約3割増えています。特にこの仙台においてはなんと5割近く増えているんです。外国人観光客が増えています。私たちはさらに東南アジアのビザ発給要件を変えていきます。直行便をもっともっと増やしていきます。このことによって地域の良さがもっと世界に発信されていきます。観光でもっともっと稼ぐことができます。農業、漁業もそうであります。このもちろん農業、漁業を私たちはしっかりと守って当然であります。同時にその可能性も引き出していきます。この例えば宮城県には素晴らしいものがあります。一目惚れ、もうすでに香港やシンガポールやアメリカに輸出をしている。これをもっともっと世界に輸出していくこともできるし、あるいはまた一工夫加える、生産して例えば舞台ファームという会社が仙台にありますが、レタスを刻みサラダにしてそれをコンビニに卸しています。これはもう毎年毎年売り入れをすごく増やしています。一工夫加えることによって、そして農家の収入を増やしていきます。我々は10年間で農業農家の収入を倍増していく、こういう計画を進めてまいります。さらに今日は雨の中、宮城県中の魅力的な女性の皆さんに集まっていただきました。だから愛知郎も晴れ切っています。女性の力は日本を元気にします。女性の皆さんが目標に向かって進んでいく上において、今日本にはまだまだハードルがあります。障害がある、こういう障害ハードルを取り除いて、女性の皆さんがその能力を開花できるようにすれば、皆さん日本はもっと成長していくんだ。例えば2年間で20万人、5年間で40万人分の保育の受け皿を私たちは作っていきます。もう待機児童なんていう言葉は日本からなくなります。しばらくの間は子育てに専念したいという方のためには、3年間お父さんもお母さんも育児休暇が取れるように、私たちはしっかりとそういう社会を企業とともに産業界とともに進めてまいります。たくさんの選択肢が女性の前にある、このような世界で一番女性が輝く国に日本をしていくことをお約束申し上げます。こうしたことを皆さん全てやっていけば、私たちは10年間で1人当たりの国民総所得を150万円増やしていくことができます。安倍さん、そんなでかいこと言って大丈夫かという顔の方がちらほらおられますが、皆さん70年代、80年代日本はそれをやってのけました。70年代の、80年代の日本にできて、今の私たちにできないはずはありません。要は皆さん、やるかやらないかです。皆さん、やろうじゃありませんか。皆さん、もう一回世界一を目指していきましょうよ。そして世界の真ん中で日本が輝いていく国になるように、世界の真ん中で仙台が伸びていくように、
一生懸命これから力を合わせて頑張っていこうではありませんか。パラリンピックのためにも教育体制にも取り組んでいきます。全ての子どもたちが高い水準の学力を高教育で身につける機会を保障していきます。そしていじめなんかしてはいけない、この当たり前な真っ当な道徳感を気合意識を身につける機会を私たちは保障してまいります。そのための教育体制に取り組んでいくということをお誓いを申し上げます。そして外交問題、拉致問題があります。すべての拉致被害者のお父さんお母さんが自分たちの手でお子さんたちをしっかりと抱きしめることができる日がやってくるまで私たちの責務は終わりません。使命は終わりません。しっかりとこの問題解決をするために全力を尽くしていくことをお誓いを申し上げます。同時に皆さん、日本人の生命、そして財産、領土、美しい海は私たちは断固として守り抜いていくということもお約束をいたします。皆さん、それができるのは もちろん民主党ではありません。それができるのは私たち自由民主党、そして公明党の与党であります。そして愛知一郎であります。どうかそのために私たちに力を与えてください。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。まだまだ厳しい戦いがあります。どうか皆さん最後まで愛知一郎とよろしくお願い申し上げます。皆さん愛知一郎であります。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。内閣総理大臣安倍晋三自由民主党総裁により熱い訴えであります。皆さん、内閣大きな拍手でこの日本を取り戻してまいりましょう。そしてこの宮城選挙区愛知一郎を先頭に復旧復興をより加速させ強い日本経済教育外交あらゆる面で日本を取り戻してまいります。世界一の日本を目指して皆さんと共にこの未来からスタートを切ってまいりましょう。皆さん、本日は誠にありがとうございました。本当に本日は雨の中長時間にわたりましてご清聴いただき誠にありがとうございます。選挙戦も残すところあと8日となってまいりました。有利な情勢と伝えられてはおりますが、選挙は何が起こるか分かりません。皆様方、今日の熱い思いを一人でも多くの人に伝え、復旧復興をより加速させ強い日本を取り戻してまいりましょう。本日は誠にご清聴いただきありがとうございました。